はい、こんにちは、のばるです。今日うちの中撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、晴れてますね。いい天気です。ただね、朝晩めちゃくちゃ寒いです。でもう今日もね、マイナス、1度ぐらいになってたのかな。非常に寒くてね、朝はね、カタカタになって足がね震えるような寒さでしたけど、まあ休みなんでね、まあそんなに早く起きなかったんですが、うち最初起きたんで、うちの娘が最初起きましたね。本当に休みの日って娘が最初に起きます。ただね、やっぱり7時半過ぎぐらいまでね、みんな寝てたんでね、でもまあその時間一番寒かったのかな。はい、まあそんな冬です。皆さんもね、風邪ひかないように気をつけてください。はい、今日のテーマなんですけど、実はフィリピン妻のパスポート切れてましたってね、まあこんな話します。はい、皆さんね、パスポートはお持ちですよね。まあ、海外旅行行く方とかね、パスポート絶対ありますよね。まあ、うちの奥さんはね、フィリピン人なんですが、まあ、日本に来る際にパスポートをちゃんと取得して、で私と、結婚するという書類等を持ってね、ビザを申請してね、日本に現在住んでるんですが、ビザを降りてね、でパスポートでね、まあ、日本人だと10年なのかな、フィリピン人だと5年とかいろいろあると思うんですが、まあ有効期限とあります。一生ずっと大丈夫っていうのはね、あんまり聞いたことないんですが、まあご多分に漏れず、だから切れそうになったとか、まあそろそろね、更新という時はね、普通に更新します。で海外に住んでるんだったら、まあそれ別に普通に当たり前なんですけど、実はね、まあほぼほぼ今月に切れるんですね、うちの奥さんのパスポート。で本人は来年だと思ってたって言ってて、でこれもね珍しい話で、で急いでね、じゃあ更新しなきゃいけないっていうことになってたんですけど、まあいろんなこう今諸事情で、あれですね、フィリピン大使館でめちゃくちゃ混んでるらしいんですね。でいろんな人の動画でフィリピン大使館 のなんか手続きやなんか予約はなんか 何ヶ月先だとかいろいろ言ってて、名古屋の方が全然いいとかいろいろいいとかなとかっていう話をいろいろ出てたんですが、まあ私こうその動画見てて、あーねーでもあーって言って人事のようにね、見てたんですね。ただうちの奥さんが突然ね、なんか騒ぎ出しててパスポートが切れるとか切れないとかっていう話してたから、来年じゃないのっていう話をしてたら、実は今年の1月だっていう話になってて、まああと数何日かですよね。だからそれで切れるんですね。でバタバタしててね、まあ大変なんですけど、でビザとパスポートまた期限が違うんですね。でビザは複数年なんでまだ先あるんですが、まあだからいる分にはね、日本にいる分にはもう問題ないんですが、パスポートが例えば切れちゃった状態で、まあフィリピンには帰るとは思うんですが、ただ、ね、そしたらもう日本に戻ってこれませんね。そういうことになるので、このまま動いたりはすることはできないし、まあ切れてるのっていうのは、そもそもおかしい話です。普通だってパスポート切れない、まあ、そのままどこも行かないんだったら、国内にいるんだったら、自分のところの国にねいるんだったら、まあ問題はないんでしょうけど、もう海外に居住していてパスポートが切れてる状態っていうのは僕はあまり聞いたことないです。今までそんな人見たことないですね。はい、すみません、ちょっとコーヒーを飲ませてください。今日も、キリマンジャロブレンドです。これをいただきます。はい、おい、はい、いただきます。あ、美味しい、うん、いいですね、コーヒーね、なんかね、うん、はい、ですのんびりしますね、やっぱりね、飲んでるからね。はい、すいません。まあそれでね、切れたまんまにしとくっていうのはおかしいので、すぐ更新の手続きを始めたんですが、いろんな方の動画、特に誰だっけな、マリタコさんの動画とか見てて、なんか六本木のね、エンバシーのね、こう予約すぐ取れないような話をしてたんですけど、
昨日、昨日先週か、連絡というかね、まあ、インターネット上で予約を取ったんですが、来月ねすぐ取れましたね、予約の方がね。でまあだから切れてはしまうんですが、すぐ手続きの、更新という形っていうのかな、ということはできますね。でだからあんまりね僕、最初ねええー、と思ったんですが、来月に、もう六本木大使館に何時っていうな、この日の何時に来てくださいとかっていう書類をあとダウンロードして、それをなんかこの書類もあと提出してください、これは書いてくださいとかっていうことの指示が書いてあったんで、それをね全部ね揃えてね、六本木の大使館に行きます。でまああれかな、予約簡単に取れるようになったのかな、その辺ねちょっと分かんないんですが、まあいろいろね、なんだろう、バタバタしててね、苦情が多いとかっていうことになったんで、それで対応が早くなったのかなと思うんですが、はい、だから当初の予定ではね、なんかダメだ、六本木に間に合わないから、じゃあ名古屋に行こうとかっていう話になってたんですね。で名古屋に行くっていう、段取りにしてたんですが、まあいろんなところからね聞いて、すぐ予約取れるんじゃないのっていう話を聞いたんで、すぐ予約を取りました。だからまあね、来月行ってで手続きをして、申請して、で申請したって書類を持ってればもう問題ないので、その後まあパスポートが、ね、できたっていったら取りに行くようなことになると思うんですが、やっぱりね、いろんなところでね、なんかみんながなんか苦情を言ったりすると、なんか、早くなるのかな、ああいうとこって。なんかフィリピンでね、そういうとこなんかね、意外とあんまり融通が効かなくて、なんか誰かが文句言っても、まあ、早くならないのかななんて僕は思ってたんですが、でもやっぱりね、こう今ね、こういう感染症とかの問題でね、いろいろこう、皆さんのね、こう鬱憤とか不満が溜まってたりと、あと書類上の仕事がたくさんあるんで、やっぱりどん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 ね、手続きをね、なんかこううまく、なんていうのかな、効率よくね行うようにしてるんじゃないかなって僕は感じたんですが、だからそこのところでね、やっぱりね、すごくね僕はねラッキーだと思います。だからもしね、混んでる時の予約なんかにしてみたら、だからずっと先にされちゃったりしたかもしれませんよね。だけど今ねそういうこともねなんか今ないようなんですが、だからこの先ねまたね予約状況とかそういう手続き上の、なんかね、スムーズにいってる状態がまたね滞るようなことになるのかもしれないんですが、今現在のところね別にそんなに問題なくね、やられてるようですね。はい、まあ、切れてる、ね、状態ってもそもそもおかしいわけで、やっぱりね、こう切れそうな、ね、時期が切るというか、時が来たらね、やっぱりね更新手続きって、ね、スムーズに、ね、行った方がいいです。なんか慌ててバタバタするのもね、なんか面倒くさいですね。やっぱり、ね、早めに早めにね、いろいろ手続きっていうのは行った方がいいと思います。まあ、うちの奥さんみたいに、ね、なんかこう忘れてたとか、うっかりしてるってこともあると思うんですけど、やっぱり時々ね、パスポートとかいろんなね、まあ、見た方がいいと思いますね。あるいはね、なんか書類とか来ないんですね、やっぱりね。来るわけねえか、自分でねちゃんとやらなきゃいけないんですね。まあ、ちなみに私のパスポートはね、もう終わってます。今回ね、こうウイルス騒ぎがね始まった時点で、僕ねわざとね更新しなかったんですね。そのまんまにしてました。で次もう一回ね新たにねパスポートをね、ね申請するようなことにしようと思ってます。だ今すぐねこうフィリピンに行くっていうことを僕は今ね考えてないので、ちょっとね様子を見てねパスポートの申請をしようかなと思っています。で今またね新しいねこうなんかね、流行ってきましたね、またね、また感染してる人がまた増えたりしてるので、また様子を見ながらねいろいろねなんかやっていきたいと思いますけど、これからねまた外出るなんか制限がね日本でも出てきたりしたりとか、お店がねやってなかったりとかするってことはこれから出てくると思うんですが、なんかねちょっとねまた便利に自由になってまた不便になってとかってね、それの繰り返しのような気がするんで、なんかね、なかなか先が見通せないななんてね思ったりしています。まあちょっともうごめんなさい、コーヒーを。あとね、そう娘のパスポートね、一応2つになるのかな、フィリピンのも取れそうなんでね、まあそれもね後でまたねちゃんとやっていかないといけないです。まだとりあえずね、まあ今はねここでね日本にねいて、少しね世の中落ち着いた状態になって、あと娘がねもうちょっと大きくなってからね、またいろいろね出かけたりするっていうのがいいのかななんて僕は思っています。本当今がねとても大事だし、今日ね休みで、3連休になってます。今日ね娘と、奥さんとね、
あと妹とか、3人で、ね、どっか遊び行っちゃいましたね。で私はね、まあ、行かないっていうことでお家にいるんですがね、なんかね、あの天気もいいしね、こうたまにねパパッと出かけるのもいいのかなと思ってね。で娘もね最近ね本当ね、走るし歩くしいろいろ喋るようになってきたんで楽しいんですけどね。あのまたねフィリピンの方にね、あの家族、まあ、娘が初めてねフィリピンに行ったりすると、おばあちゃんがいるんでおばあちゃんにねこう会ったりとかできるんでね、そういうこともね楽しみにしたいんですが、またまたね、でもまだ先のことだななんて思っています。で皆さんね本当ね、パスポート、ビザもそう、ビザはまあまあすぐ分かると思うんだけど、案外ねいろんな手続きをねこう今バタバタ世の中してるんでうっかり忘れちゃったっていうこともねあるかもしれません。そこのところでねやっぱりねちょっとね見たりしてね、ちゃんと注意したりした方がいいと思います。あとねなんかよく日本人でね免許証をねそのままね忘れちゃうとかっていう人がたまにいるんですけど、あれなんだっけ、誕生日過ぎても半年ぐらいは更新できますよね確かね、そこのとこで、またやり直してもいいし、本当切れちゃうとそのまま免許証また取り直しになったりするとねバカらしいんでね、気をつけてください。はい、まあそんなことでした。はい、まあ、フィリピン大橋もね、あの六本木っていうか、あそこもね場所的に便利なんですけど、車で行くとね駐車場が結構ね狭かった。まあ隣にねこの間前通ったら広くなってましたね。あの敷地の横にね駐車場コインパーキングがあったんですよ今でも。で昔ね車3台とか2台とか3台ぐらいしか止まれなかったんだけど、この間ねたまたまあそこの前通ったらあれ広いじゃんと思ってね、思いました。まあ、あとね周りあの入り口のとこね、あのロアビルのとこを右曲がっていくと、あの左また右側にでっかい駐車場あったりとかしますし、その奥ねロアビル曲がんないでね、外苑東通りをね東京タワーの方向かっていくと右側とか左側とかにも意外と駐車場があるので、そういうとこに車を置いてね、あの大使館の方に行かれてもいいかなと思います。本当ね、車で行くとねなんかだから遠くの人はねまあちょっと便利なのかな。うちはねなんか電車で行っても全然便利なんですね。ほとんど1回しか乗り換えずにね六本木に行かれるので、だから車で行くよりもしかすると楽なのかな。帰りなんかねちょっとあの辺でなんかね、遊んだりとかできるし、東京タワー行ったりとかできますんでね、まあその辺もちょっとね考えているんですがね、まああの本当ね、来月ね、しっかりちゃんとね行って手続きをして早くねまたね新しいパスポートを手に入れるようにしないといけませんね、やっぱりね。あとね手続き上のねなんかあの手数料みたいなのありますよね。フィリピンだとねいくらだっけな、すごい安いんですよね。日本の半分はいかないんだけど、フィリピン国内の方があの安いです。確かね日本だと7000いくらって言ってました、ね、うちの奥さん7800円って言ってた。フィリピンでいくら2000ペソかな、なんかそのぐらいだったような気がするんですけど、だからフィリピンに、いて更新する方が安いようなんですが、まあ国内だとまあねこっち側の手数料っていうのもね、含まれるとねやっぱり高いんでしょうね。まあその辺はねまあしょうがない手数料としてね、お支払いするんですがね、本当ね、面白いですね、やっぱりねパスポート切れちゃう、僕初めて見ましたね。あ、そんなやついるんだって、しかも自分の奥さんだって。うちの奥さんって結構ねなんか意外とうっかりしてて忘れっぽい人が忘れっぽいんです、うちの人で。それすごくねあの感じてたんですが、まさかねそういうことになってるとは思わなくてね、まああののんびりしててねまあいいんですけど、あの私とねやっぱり全然性格が違うんでね、あの私の方がね、まあ、あっちもそうなのかもしれないけど、やっぱりねちょっとペースが合わないんでねちょっと疲れちゃうことがね結構あります。まあそんな夫婦生活をねまあ楽しく面白くなんか面倒くさくやってますけどね、またね、この YouTube 見てください。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてねありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。